シンガポール。どうも MC のイオキンです。アシスタントのあーちゃんです。今日はなんと第2弾シンガポールクイズ王決定戦。シンガポールクイズ王決定戦が始まります。帰ってきましたね。今回は気合い入れてこんなのを作らせられました、ね、気合い入っております。私たち前回はスタッフさんにクイズ出してもらっ て、うん、出してもらって早押しで答えて、ね、ピンポンって、ね、っていうクイズ王決定戦したんですけど、うんうん、その時あーちゃん負けましたもんね。早押し負けたのとシンガポールのこと全然分かってなかった。でその時罰ゲームで激にガチャ飲んでもらったんですよね。もう負けたのもショックだったけど、うん、そのお茶がまあまずい。で、ね、チャイナタウンの漢方屋さんで一番苦いお茶を買ってきて、うん、それを 2,3 倍にこうってのを飲まさられたからテンションが下がりで、確かにめっちゃわーって泣いてた。ね、こちらですよ。見えてる。てるるってるー。色がさ、ルイボスティーみたいで今回の結構綺麗ですね。今回は、うん、シンガポールで一番苦いその漢方屋さんを教えてくれと、うん、でその中で一番苦いやつなんで、え、さらに？さらに前回を超えた？匂いだけ嗅いで。でも見て色はだって綺麗、うん、うわ口に入れちゃいけない匂いする。本当よね。口に入れた瞬間に終わる。これダメだ。これダメですよね。その漢方になる元をそのまま鼻に入れられた感じ。これやばい。これやばい。うわこの匂い伝われ。視聴者に伝われ、ね。今日はね本気でね、はい、クイズ戦っていきたいと思いますよ。絶対負けない。絶対勝つ。応援してください。絶対勝ちます。それでは早速いきましょう。ジャイアンシンガライン。今回のクイズのルール説明をしたいと思います、はい。私がイモティさんにクイズを出したいと思います。はい、はい、じゃあいきます。何でも来てください。1問目、はい、じゃじゃん。国名シンガポールは何語でしょうか、うん、何語。日本だったら日本語じゃないですか、うん、国名、うんうん、国名のシンガポールは何語でしょうか。はい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 。1、うん、英語、うん、2、サンスクリット語、うん、3、ラテン語。え、サンスクリット語ラテンではないでしょ。え、普通に答えていいですか。はい、はい、どうぞ。英語。1の英語。1の英語。不正解。え、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 やった。英語じゃないの。英語じゃない。サンスクリット語。そう、サンスクリット語って何やねん。正解は2番のマジでサンスクリット語です。いや、はめられたこれは。え、英語じゃないの。シンガポール英語じゃないんですよ。解説すると、うん、シンガがサンスクリット語で、うん、ライオンっていう意味、はいはい、プーラが街っていう意味で、ライオンの街っていう言葉がシンガプーラ、うん、シンガポール、はいはいね、英語じゃないんだ、マジで。でもそもそもサンスクリット語って何って言われてるんだけど、それでも私も知らなかった、ね。じゃあ1問目バツ。バツ。うわ、1問目から盛り上がった。嬉しい。結構これ緊張感ある、うん、あの思ったより盛り上がって、ね。うん、1問目いきます、うん、ででん。シンガポールの国の正式名称は。あ、嘘でしょ。1、うん、シンガポール国。2、シンガポール共和国。3、シンガポール民主主義共和国。はい、どうぞ。考えたことなかったけど、でもこれはもう私1個しかないと思う。はい、はい、1、シンガポール国。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。じゃじゃん、不正解。絶対当たったと思ったのね。待ってる間めちゃめちゃ楽しかった。え、じゃあ共和国。そう。あ、ね、そうなんだ。これはなかなか分かんなくない。知らない知らない、ね、シンガポールシンガポールって言ってるから、なんか共和国ってあんまりないっていうイメージだったんですよ、この地球に、うん、シンガポールがまさか共和国だと思ってなかった。そうそうそう、いらっしゃいませ。イモキンさんに第2問。じゃ2問。じゃじゃん。シンガポールには政府公認のマーライオンは全部で何体あるでしょう。1、3体。2、5体。3、7体。これも両門ですね。ね、うん、まずマーライオンパークに1個あって、そこから戦闘下にあったけど、それ壊されたみたいな。
政府公認ですもんね。政府公認の7はないと思うんだよ。3か5だと思うんだよ。じゃあね、なんか見てないからなんか私の顔からヒントを得ようとしてるけど私も知らないこれスタッフが考えてくれたやつだからじゃあ5体、来い。7体。7もいんの？そう、そんなにいるんだ。私もびっくりしたんですけど、シンガポールの政府公認のマーライオンは7体もそんなにかよ。いるんですね。意外といるんです。意外とちょっと外れの方にもマーライオンのオブジェがあったりするんですよね。いいよ、5体ぐらいでいいって7多すぎやって。ライオンの国だからね。それ7体ありますよ。2体誘拐して5体にしたいな。あちゃいの第2問、ドゥドゥン。マーライオンパークにあるマーライオンの水の噴射の時間帯は、これ簡単じゃない？1、朝7時から夜の11時、23時まで。2、朝5時から深夜24時、3、エンドレス噴射、24時間営業。これ知ってる？やっぱり。え、知ってるってか、そうだと勝手に思ってた。外れてくれ。なんか1はないと思うんですよ。もっと遅くまで長い時間やってると思うから、まあ、2か3かなと思うけど、言われる前から私は24時間なんじゃないかなって思ってた。だ、止まってるの見たことないもん。私だってあれ。なので3の24時間ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ドゥルル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 ルマーライオンはね、ちょっと24時間のコンビニとはまた違うんですけど、休ませてあげなきゃ。そっかそっか。あの、日本人のだったらもう24時間コンビニ空いてるみたいな感じでマーライオン吐き続き疲れちゃうよね。ずっと吐きっぱなしだよね、マーちゃんも。正解はあーちゃんがこれはないって言った1番なんですよ。嘘。朝7時から23時。意外とそんな、じゃあしっかり休んでるんだ。そうそうそう。夜じゃあ遅い時間行ったらやってないんだ。マーライオンやってない、23時まで。これ観光客の方とか注意ですよね。でも知らなかった。うん、僕エンディングで、あのライオンキングの格好してエンディングで歌ってるシーンがあるんですけど、あれ早朝に行って6時半ぐらいに行って、水入ってなかったんですよ。そこで気づいて、で7時になったら吐き始めたんですよ。そこで初めて知った。イモキンサイの第3問、はい、またマーライオンについて。はいはい。マーライオンは繁栄をもたらす方向と信じられている向きに向けられていますが、次のどれでしょう。1、北。2、南。3、東。なるほど、繁栄か。そっちの方を向いてるといいことがあるよっていう、太陽が昇る感じだから、もう東。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。来い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 。正解。正解、よっしゃ。やっと丸ついた。3問目であーちゃんにプレッシャー。マジか。風水の国とも言われているシンガポールでは、風水によって建物の位置や角度、形が決められることが多いです。風水で東は繁栄、水は金運を表すとされています。金運アップと繁栄の意味があるんですね。なるほどね、なるほどね。わぁ。はい、あーちゃん。やばい、一点取られた。じゃあ、あーちゃんへの3問目、はい、シンガポールのテレビのチャンネルの個数はこのうちどれ。マジでわかんない。1、5個、2、7個、3、10個。あーちゃんそもそもテレビ見ます？見ないです。見ない、僕も見ない。たまに日本のテレビを見るくらいです。予想ではやっぱシンガポールってちっちゃい国だから、そんなにないんじゃないかなと思って、ここじゃないかなって思うけど、でも意外と多いんじゃないかなって思うし。いいですかそれで。だから教育、政治、バラエティみたいな。え、でもね、5だと思うな。いや、書いた方がいいみたいな。え、何？そういうの5だと思っちゃうじゃん。信じるわ、5個。ボン。それでいいのって聞いてあげたのに。それで別に。あーちゃんまさかの3問連続正解。やばい、何も知らない私。7チャンネルシンガポールあるんですが、ちょっと僕もね、あのじっくり見たことないんですが、まあ、英語のチャンネル、あと中国語のなんか総合チャンネルみたいなのと、ドラマとかバラエティとかのチャンネルでしょ、中国語の、まあ、英語のニュースチャンネルとか子供向けのチャンネルとかもあるんですよね。あとなんかインド映画とか放送されてるチャンネルマレー語のチャンネル。そっか、いろんな言語の人が住んでるから、いろいろ国の規模で考
そっか、言語か、日本よりは少ないだろう。うん、なんか間を取ってみたいな。僕が正解して、あーちゃんが罰だったらもう終了。楽しいな。なんかめまいが。スモーキンサイの第4問、今年2021年はシンガポールと日本の外交関係樹立55周年なんですが、この観光イメージキャラクターは何でしょう。1、はい、ドラえもん、2、ポケットモンスター、3、ウルトラマン。知らんな。4、あーちゃん。あーちゃんって言いたい。あーちゃんにしたいけど。いやでもね、なんかこの前ドラえもん音楽みたいなのやってたんですよ。ああ行きました。そうそう、うん、人気ですよね、そもそもこの国で。ドラえもん、この3つだとドラえもんが一番人気度高いのかなと思ってて、うん、ウルトラマンはちょっと古い気がするんだよな。ポケットモンスターもね、シンガポールは人気あるけど、ドラえもんが一番知名度あるかと思ったので、じゃあドラえもんで。伸びた、あーちゃん首の皮くぐった。ポケットモンスター、ウルトラマン。ウルトラマンね。ウルトラマンなの。でもこれ私ニュースで見た、ネットニュースで見たからもしかしてって思ったけど、まあ、でもドラえもんっていう気持ちも、ね、この国ドラえもん本当に人気なんで、これはいい問題。やった。うわ、シンガポールの国旗の問題。シンガポールの国旗には5つの星があります、でその5つ の, その意味があるんですよ、その中で今3つ言うんで、含まれないものはこの事故で5個のうちに入らない、入らないもの、はい、1、民主主義、2、正義、3、発展。さあどれ。発展はありそうなんですよね、私の中で。シンガポールってゼロから最近始まった国だから、どんどんこう発展していきたいって意味は結構住んでても感じるから、発展は入ってると思うの、民主主義と正義。でもさっきシンガポールの本当の国名の話になった時に、シンガポール民主主義共和国、そう、それじゃないってなったから、民主主義ってないのかなと思うけど、まあ、選挙あるし、正義がない気がする。どう思います。楽しい。正義がない、ファイナルアンサー。はい、正義ということで判定は罰。民主主義？違う。もう絶対分かんなかった。もう発展しようよ。僕もこれね、絶対発展あると思ったんだけど、まずね、民主主義ある、正義もやっぱあるんですよ、平和で、進歩で、平等、まあ、進歩に近いかな、発展は。それはちょっとね。翻訳の仕方じゃん。どうなん。確かに。まあ、まあ、まあ、負けは認めます。5問目いきます。超有名なホテル、マリーナベイサンズの屋上にあるインフィニティプールは長さ何メートルですか。何メートルあるんだ。高さじゃなくて長さ。長さ1、150メートル、2、180メートル、3、200メートル。でも最低150あるんですよ。高さはよく有名なんです。あそこプールが3つあるんですよ、1個の長いプールを3つに区切ってて、で端に展望台があったりレストランがあったりっていう、結構広いですね。本当に最低 150m はあるっていう。僕まだ入ったことないんで、イメージしかないんですけど、100もないと思うんだよ。購入ない。150ですか。でも180の方が可能性ありますよね。絶対考えない。200で。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。不正解。よし。マジか。そんなにねえよ。150か。そう、あのマリナベイサンズの高さは200メートルなんだけど、幅は150メートル。200もねえよな。いや、まあ、あれ、分かんない。あそこまでの規模になると分かんない。300って言われても信じちゃうし、うん、ね、最後次当てれば。だけどちょっといける、私ける気合い入ってる。当てるぞ。デコ出しあーちゃん、応援してね。ラスト第5問、はい、
罰則の厳しいシンガポールですが、うん、シンガポール国内にある刑務所の数は何個でしょうか、うん、1、うん、0、2、うん、1、3、3個。ジャッカー。ゼロは絶対にない。私前通ったことあるもん。ここあれこれあれ刑務所かなって。ゼロな国ってあるのかなこの国。でも国土が狭いから、まあ、1個でも行けるとは思うけど、まあ、予備例えば女性専用とか少年専用とかあるから3じゃないかなって思う。国土的に1な可能性もあるかなって思うけど、でも分かった。罰則厳しいから結構ホイホイ捕まるから3つは必要なんじゃない。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。バッツ。マジかよ。嘘。1個？一個。じゃあ、あの見たやつなんだろう。あれちゃんもなんだことごとく外しちゃう。1個も経ってないじゃん。1個も経ってない。私シンガポール住んでないのかも。住んでないのかもしれない。全然知らないじゃん私。ね、チャンギ刑務所。はいはいはい、はい。1個だけ。うんうん、チャンギの方にありますね。1個だけらしいです。そこに全部集約されてるらしい。じゃあみんなもそこに入らないように気をつけましょう。今日もご視聴ありがとうございました。はい。逃げられない本当に。もうさ、これ本当に土なんだよね。なんかさ、虫を想像できるの。土の中で動いてる虫たちそのまま飲むみたいな。大地の恵み。飲みます。行きましょう。どうぞ。乾杯。乾杯。シンガポール大好き。うわ。え、毒入れた。うわ、このまま火じゃない。うわ、ね、ずっと口臭い。頑張った。よくないもん。もう大丈夫。いやー楽しかった。いいの見れましたね皆さん。全然知らない。もう第3回はありません。ありません。じゃあ皆さんもシンガポールにまつわるクイズがありましたらぜひコメント欄で教えてくださいね、はい、それでは今日もご視聴ありがとうございました。 See you next time。チャンネル登録よろしくね。楽しみ尽くす The Singapore Life。